ベーシックの手順について解説します。まずはですね、スティックっていうのは基本的にはこう弾ませる、これが一番まあ長い音符。こう短い音符って力を込めれば出るので、力をリラックスさせて時間いっぱい使ってゆったりこうストロークすると、これがやっぱり一番いい音で、この音符で練習しておかないと、まあ力入れて止めるっていうのはその情熱的なところなんでいっぱい使うんですけど、それがメインになっちゃうとこうなんかすごくこう歯切れの悪い音楽になってしまうので、でところどころにこういう、 こう情熱的な音を入れるっていうのは全然ありなんで、まずは流暢に喋るっていうストロークですね。まずはこう片手で練習します。ドラムの場合はバソラ、四分音符、ハイハット、二拍四拍、これがまあ世界共通の、基礎練習になりますので、これの上で右手が八分音符、四小節いきます。までですね、これがもうテンポ200ぐらいでできるっていうのが基本的に、最初に練習しなきゃいけないこと。このストロークをね、力入れずに指をこう支点とこう力点でちゃんと分かれていて、でちゃんとこうなんかこうボールをこうドリブルしてるみたいな。だからこれはまあデーブ・エックルさんに僕がちょっとレッスンを受けた時に言ってたのは、メモリが10あったら2までしか力入れちゃいけなくて、あとはこう挟んでるだけで離す、8割はスティックに仕事をさせないと絶対に音も良くならないし、早く高速で動くことも絶対ないから、まあレッスン受けてる間中とにかくリラックスリラックス、もっともっとスティックに仕事をさせてってずっと言い続けてたので、右も左、まあ、スティックはどちらでもというふうにして、まずシングルストローク、まず片っぽの方のストロークを覚えましょう。今度は4小節の4拍目で止まってるのは、まあ、ポイント、僕の練習方法でそこで手を切り替える練習です。今度はだから、交互ね、シングルストロークってやつですね、やってみましょう。せーの、というふうにやると4小節の長さっていうのも体で覚え込みながらできるので、これシングルストローク、これはパラ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 という後で出てくるので動きになります。次はダブルですね。さっきのこうやって打ったのと一緒で2回こう打ちます。で反対もこうでないと押さえつけたりすると音色が変わっちゃうんで、だから同じ打ち方です。してください。次はパラディドル、2つのことディドディドディドルディドル、そうするとパラは交互で、ディドルはディドルというのは騙すっていう意味があるらしいんですが、そうすると手がひっくり返って騙されたみたいで、パラディドルって最初にアクセントを、これはアクセント乗っけてもいいし乗っけないのもできなきゃいけないんで、まずはパラディドル、パーラっていうのは交互ね、でディドルでしょ、で次反対からパーラ、こういう仕組みです。だからダブルパラディドルっていうのはパラがダブルだから、パーラパーラディドパーラパーラディドになりますね。だからトリプルパラディドルはパラパラパラディドパラパラパラディドというふうにパラがこう増えていく。でパラディドルディドルっていうのがあって、パラディドディドパラディド、これ一方通行になりますね。右左右左左右左右右、
パラディドディドディドパラディドディドディドパラディドディドディドはやる回数だけ言うのが通常みたいで、パラダブルディドルっていうのは見たことがないです。ね、これ神保明さんの定番パターンですね。パラディドディドパラディドディドこういうのね、っていう風に使ったりします。以上、パラディドル。パラディドルはさっきの4小節にはめ込むと、4拍目で止まるときは半スタートと反対の手で止まります。というふうに練習してください。あとは他にも、パラディドルには名前がついてて、ディドルがひっくり返ったやつ、パラディドパラディドがディドパラになってるのはリバースパラディドル。リバースね、ひっくり返して。ディドパラディドパラディドディドパラディドパラディドパラディド。ね。で、ダブルが真ん中に入り込んでるやつ。はい、真ん中のってインワードっていう名前がついたりで、小節をまたいでずれてくる。ディレイっていう名前がついてますが、こういうこうディドルがどこに来るかによって名前が変わったりとか、まああのディドルが何回あるとかパラが何回あるかって名前が変わってるね。これはだから譜面が読めない人に、要はパラディドパラディドパラパラパラディドパラディドパラディドパラパラパラディドパラディドディドパラディドディドパラディドみたいな風に譜面読めなくても覚えれるでしょ、これだとね。という風に名前がついています。例えばインワードパラディドルは場所によってはウィンドミルっていう言われたりとか、まあ多分アメリカ全土で発生してるので、まあ考えたら2つ打ちがあってそれずらしてきたらいろんな言い方があるっていう風に覚えておいてもらえばいいんですが、まずはシングル、まずは力を抜いて演奏できるということをシングルストロークって言って、交互にできること、右からも左からも、ダブルストロークで最後にパラディドル。これはベーシックなので、指使いの練習だし、ダブルができなくてもパラディドルやってると指の切り替え上手くなるから、ダブルが上手くなったりします。だから、毎日毎日こういう練習していただきたいと思うので、これはベーシックな動きなので必ず覚えてください。以上でした。